います。それでは、私たち、何でしょうか、これから、外を歩きながら体験します。さあ、これがまた大変なんですね。今、飼育係が走って、ペンギンたちを追い込んでいます。ペンギンたちですね。このジオマが気になってくれたようなんですね。かなりくつろいでいてですね、帰るときに誘導していくのが最近大変なんです。そして、お客様にお願いがあります。ペンペンギンたち、くちばしがとっても鋭くて噛むことがあるので、はい、では離しておいてください。では離しておいてくださいね。では離しておいてください。さあ、ペンギンたち来ました。じゃあ顔や手は出さないようにご覧くださいね。現在ご覧いただいているペンギン、ケープペンギンと言います。南アフリカのケープタウンなどに暮らしている暖かいところに住むペンギンなんです。バイバーイ。今、草の上、そして岩の上を歩いていますが、これはですね、彼らの生息地でも見られるような光景と言えるでしょうか。ケープペンギン、群れで生活するんですが、やっぱりはぐれもんみたいのがいるんでしょうかね。先頭でですね、何かをしきりに追いかけながら歩いているペンギンもいます。さあ、そうこう言っているうちに先頭のペンギンたちは階段も登ってゴマちゃん的へと向かってくれました。さあ、それでは先頭でお行儀よく待っているペンギンたち、足元には消毒液を染み込ませたマットがあるんですね。はい、足の裏をきれいにしてもらってから帰ってもらいましょう。お帰りなさい。はい、お帰りなさい。さあ、最後の1話も階段を上り終えて、そして仲間と共にゴマちゃんデッキへと帰ってくれました。はいよ。じゃあこれでペンギンたちの移動も終わりです。どうぞご協力いただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあペンギン水槽の前少し片付け